一緒で岡村と同じなんですが、鈴木にとってはこれが J リーグのデビュー戦。2対2、大事な場面で入る形になりました。入れ替わったぞ、また安藤ふわっと浮かせて流れて、なんと逆転、3対2。安藤が今日は大活躍、立て続けに2ゴールです。いやー、この背番号40が今日は一層光っています。安藤今もうまく高い位置で奪って、そしてふわっと浮かせて流し込みました。安藤、安藤先ほどの得点も冷静にキーパーの動きを見極めて流し込んで、今も裾なじように浮かせて安藤、これで3対2、セレッソ逆転。